チャウス山城は、ハリマ国阿郡宝珠山にあった、日本の城である。別名は、チャウス山祭。佐古市江北側にそびえるチャウス山の山頂に位置する、室町時代に築城したとされる山城である。大肥神社日側川にある佐古市補助公園の北側に、登山口があり、宝珠山舗装登山道を通る。頂上全体は、岩盤からできているが、その岩盤は二重になっており、 その形がチャウス状に似ていることから起こった3名と言われている。頂上は凹凸はあるものの、やや平坦なところは、東西27メートル、南北13メートルである。現在、中腹には1929年に、工房大師千1 0 0年後延期の契機として、開設された奥の院と、1970年に建設された NHK アコーサコシテレビ、中継放送所があり、 頂上には1995年に奉納された和田貧乏主犯長公一族を祀る新五輪塔とわずかに数期の石仏が祀られているのみであり、当時の遺構を確認することはできないが、眺めがよく陸島や佐古市裏を一望することができる。詳しいことは未だわかっていないが、阿孔軍史によると1441年の過吉の乱によって張間国主後、 赤松光介を滅亡させた山名持とよは、柿津年間頃に、張馬国阿河軍宝守山の別峰である茶臼山に築城して、赤松市の残党に備えて、しばらく中流。1455年、赤松光介の子、彦次郎教皇と赤松助久の子、彦五郎族直らが、張馬国に討ち入り、 チャウス山城にいる山梨を攻めて、赤松市を再興しようと企てたが、あえなく敗れて、彦コ郎京康氏は、伊勢国、彦五郎ロ名は備前国各位島において、それぞれ自害したという。チャウス山の登山口付近には、佐古市補助があるが、その城は、実際1454年に、ヤノソの妊婦や資材を調発して築城されたという、記録が残っており、カキツの乱の後に、 餅ちとよによって支配されたとすると、翌年に彼らの反乱が起こったことになるため、両方とも山梨によって支配されたということになる。その他、以前からあった城を残党に備えて強化したという説や、佐古市補助の出城としての役割だったという説もある。しかしながら、書き付き及び軍書類中によると、この彼らの反乱は、赤松市の残党が、 イカル相談特産に立てこもり、ハリマ国を山梨の手から取り戻すことを企てた戦いであり、その後破れて自害したとあるのみで、サコシでの戦いについては何も記されていない。なぜ、イカル層の戦いが、サコシのことになったのかは不明であるが、赤松市の残党がハリマ国内に散らばっていたのは確かであり、またはそれら赤松市所縁の人々が、イカル層の戦いに呼応し、 佐古市でも、山梨との間で合戦があったものと考えられる。このことが、彼らの反乱と混同されたのかもしれないとも、考えられる。各一島で自害した彦五郎ロ直らの首は、赤松市の菩提寺である宝雲寺で、餅と世によって実験された。以後の茶臼山城の行方、廃城年は不明である。JR 赤尾線佐古市駅。ありがとうございます。